2月に開幕した明治安田生命 J1 リーグも第17節までを消化し、シーズン後半に差し掛かっている。期待通りの活躍を見せる選手がいる一方で、高い能力を有していてもクラブの事情などで出場機会が与えられない外国人がいる。今回は今季の J リーグで出場機会が得られていない外国人選手を紹介する。成績は、トランスファーマークと、お参照。MF、 ターレスブラジル出身生年月日2001年6月29日所属クラブ名古屋グランパス今季リーグ戦成績出場なしブラジル出身のターレスは他選手のように海外のクラブから日本のクラブへ加入した選手ではなく高校から日本のサッカーに触れ熊本の修学館高校を経て j リーグの門を叩いた選手である 2021年シーズンに当時 J3 のロアッソ熊本へ加入すると、デビューイーヤーからリーグ戦21試合に出場し4ゴールを記録。右 WG の位置から持ち前のスピードでチームの攻撃に推進力を与えた。この活躍が認められ、2022年には名古屋グランパスへと完全移籍で加入する。ただ この年はグランパスからのレンタル移籍で引き続きプレーした熊本で膝の人体帯を断裂してしまうなど、故障が目立ち、リーグ戦は12試合の出場に止まった。苦しんだレンタル期間も終了し、本格的にグランパスの選手としてプレーした作機だが、活躍できたとは言い難いものだった。監督の長谷川健太は3バックの夫人を敷き、ターレスは熊本時代に経験したことがないウェーバやシャドウの位置でプレー。 結局、J1 ではわずか99分間のプレーに止まった。進化を問われる今シーズンも、右ウェーバには中山克弘が加入したり、榊原京太が台頭してきたりとライバルは多く、超えなければいけない壁は高い。今年23歳とまだ若いが、J1 クラブに定着するための時間はあまり残されていないだろう。